おーい、ともらいです。今皆さんはこいつ誰だと、急にどうしたと、思った方いると思うんですけど、実はですね、自分も、魔王流、転生したらスライムだった件の、アプリゲームの方をね、当初リリースされてから入れてたんですけど、趣味というかね、動画にするつもりはなかったんですよね。本当に普通に自分で純粋に楽しむゲームとして入れてたんですけど、今日で、なんとこの魔王流がですね、リリースしてから3ヶ月が、経ったということで、いろんなイベントが来てるわけなんですけど、で今回ですね、リリースからこの3ヶ月間の間、無課金者はどれだけ魔晶石を稼げているのかっていうのを、見ていこうかなと思います。自分はね、がっつりやっていたわけではないのですよね。本当にがっつり、その上位の方みたいにがっつりやってるわけではなく、本当に自分のねペースでやってるっていうのをちょっと配慮していただきたいんですけど、それで魔晶石どれぐらい溜まったのみたいなのをね、ちょっと紹介していこうかなと思います。で、もう早速発表しちゃいましょう。自分ね、10月の28から、今1月の29ですかね、その間に稼いだ数がですね、12,841個でございます。はい、どれぐらいかと言いますと、約427連分かな、ガチャで言うと427連分、貯めることができました。普通に考えると結構溜まってると思います。いや、3ヶ月でこれだけ配布されてるっていうのがやっぱすごいことですよね。なかなか他のゲームではないのではないかなと思います。なので、はい、終わりです。イエイ、終わります。今日の動画終わりです。なんですけど、せっかくなので、どこでゲットしたとか、どうやってこれだけ集めたのかっていうのをちょっと紹介していこうかなと思います。まずはですね、初心者が一番やってるといえばこちらの上級者ミッションっていうのがあるんですけど、こちらでね、達成していけばこういう感じで30個とか60個とか結構もらえるので、ここで結構集める人もいるんじゃないですかね。で、初心者、ミッション、中級者ミッション、上級者ミッションかな、そんな感じで結構、あるので、多分始めた方はここから石集めをしてるんではないかなと思います。で、次はあれですね、デイリークエストですね。ここで、デイリーミッション5個達成とかで15個とか、捕食バトルをクリアするとかで5個もらえたり、合計で1日20個は確実にもらえるということで、これも結構ね、ありがたい、仕様になってるかなと思いますので、皆さん忘れずやってみてください。あとは今ないんですけど、ログインボーナスとかで魔晶石をゲットすることができます。あとはこちらですね、交流っていう、機能があるんですけど、ここでね、いろんなキャラと交流し合えるんですけど、その交流するを押すと、おはよう、よく眠れたか、今日はね7時間ぐらい寝たかな、なんですけど、仕入れと容姿変更とかキャラ紹介ボイスとかがあるんですけど、この仕入れでね、俺に渡すもの、こういう鉱物とかを渡しますと、おサンキュー、こんな感じで親密度みたいなのが上がるんですよ。それ親密度が上がることで、魔晶石5個とか、こういう感じでね、魔晶石5個とか10個とか、そういう感じでもらえるので、こういうのでも集めてますね。あとはこういう感じで建国っていうね、仕様があるんですけど、こちらの報酬で、今出てはいないんですけど、こんな感じでね、1万6000人達成したら魔晶石100個とか、結構、最初の方はね結構もらえるので、こういうので、建築もしながら貯めていくという感じで貯めていきました。あとはですね、普通にこういうストーリー、メインストーリーとかがあるんですけど、これのねクリア報酬とか、こういう達成した時にこの3個とか1個とかもらえたりするので、そういうのでも貯めてましたね。あとは成長とかでも、初めてのクリアとかでももらえますし、あと、もちろんイベントですよね。やっぱイベントとかでも結構もらえ配布とかされてたので、イベントとかもやっておくといいのかなと思います。ということで、
一通りね、紹介させていただいたんですけど、まあ、他にもねあるとは思うんですけど、まあ、こんな感じで無課金の方も集めてるのではないかなと思います。まあ、自分もこんな感じで集めて 12,841 個、集まりましたので、うん、でも400連分溜まってるっていうのは結構な、ことだと思いますので、うん、まあ、皆さんも結構引いてたもん。あ、一つ言ってきますけど、自分一度もガチャ引いてませんこれ一度もガチャ引いてないんですよ。引いたのはまああれですね、チケットでもらって引いたりぐらいですね。まあそれで今の、仲間、まあ、キャラたちはこんな感じですね。まあイベントでゲットできるキャラとか強化したり、まあそれだけでも全然、普通に進められるので、まあガチャ引かなくても十分楽しめるガチャになってますガチャを引かなくても十分楽しめるゲームになってます。うん、これですね。で一番嬉しかったのはこれですね、カゴ。最近のガチャで能力を感じします、うん、リムルがね当たったので、まあこれ結構今使ってるって感じですね。まあ、という感じでこんな感じで、まあ無課金の方でも結構十分ね、強いキャラにもできますので、まあガチャ引かなくてもある程度は楽しめると思いますので、まあ皆さんも貯めてみてはどうでしょうか。オチがないです。うん、オチがないですね、最後の。うん、オチがない。うん、暇だな。終わりましょう。うん、終わります。